こんばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。今回泊まる宿は富士山三島東急ホテルです。今回もどんな滞在となるんでしょうか。早速行ってきましょう。私は三島駅からね、南口、あそこから後期して、どうやらホテルへはこの商業施設ヒトハーさんを通っていくようですね。行ってきましょう。すぐでしたね。入り口からやってきました。ホテルの入り口ですね。富士山三島東急ホテル、2020年に開業したホテルになります。入っていきましょう。もしかしてこの左上のところに本当だったら富士山が見えるかもしれない。ではチェックインを済ませましたので、お部屋へと向かいたいと思います。本当だったらね、あそこから富士山がすごい綺麗だと思うんですけど、今日は7階のお部屋です。展望風呂あります。もちろん富士山を一望できる露天風呂が、露天かな、展望風呂ですね。あとフィットネスジムも14階にあると、今日は7階のお部屋ですね。そして富士山側の、お部屋を予約いたしましたので、どんな景色が見えるんでしょうか。行ってきましょう。この静けさですよ。私は今回720番のお部屋720720行ってきましょう。もしかしてこれは角部屋か。角部屋でもあそこだよね。ここですね。720入っていきましょう。よいせ。おー、あーでも素敵なお部屋だな。今すごい窓の方に注目をしていたんですけども、閉まってますねカーテンが。それにしても、いやーこのお部屋すごいモダンで和のテイストが入っていて、いい香り。ではではでは、ルーム歌舞伎指すところないんですね。ないね。はい、ここだ。おお。あんまり明るすぎず落ち着いてる感じです。ルームツアー行ってきましょう。ではまず入り口の方から見ていきましょう。入ってすぐ右手側にね、このなんだこれは。まあクローゼットスペースになるんですけども、ここにねこうハンガーラックがあるんですよ。 1,2,3,4,5,6、 そう今回ツインルームなので、6本とで荷物置く台があります。私はこの棚の上にリュックを置かせてもらったんですけど、この中はあ空ですね。多分下も空かな。よいしょ。あランドリーバッグが2枚に、そして最終この段には何も入ってないと。はい、こちらに、スリッパがあります。使い捨てスリッパもありますね。続いて、まあ入ってすぐ目の前にこれですよ。洗面台。たまにありますよね、こういう入ってこのお部屋とつながってる感じの洗面台シングがありますね。あもしかして、よいしょ。あ上にある電気がねつきましたね。うん、いいですね。コンパクトで。下には、ティッシュとゴミ箱と、ハンカチ、タオルとドライヤーですね。あ、見て。何気に富士山の模様ですね。富士柄。後で開けましょう。続いて、オープン。こちらが水回り。おぉ。シンプル真っ白。あ、そっか、洗面台がだいぶなんかスッキリしてる感じですね。うん。ですがユニットバス。まあでも今回はですね、大浴場、展望大浴場あるんで、まあここはあまり使わないかなという感じです。お手洗いぐらいですかね。はい。これそう、これなんですかね。あ、アメニティ類だ。
この富士山の柄も素敵ですね。アメニティ類いろいろ入ってますね。一式入っています。化粧落としなんかも入ってますね。はい、続いてこちらお部屋、今回ツインルーム、ツインルームのプランしかね今日は当日予約でなかったのでこちら予約しました。そして富士山ビュー側ということでね、シティビュー側もあるんですけど、富士山ビュー側最後に見ていきましょう。お部屋の方またこの落ち着いたトーンですよね、全体的に。そしてあの大浴場に行く用のタオルバッグですね、いいですね。はい、そしてパジャマがありますと寝巻き、ナイトウェア、いろいろ言い方あります。エアコンのスイッチと、こちらはコンセント、充電、USB 充電ポート、それから、うん、読書灯のライトを調整できますね。続いてこちらテレビ、42型以上ありそうですね。42型よりちょいデカぐらいですね、48ぐらい、48型ってあるのかな、ソニーの。そしてここには、鏡ですね、鏡と案内があります、リモコンと。うわー、でこのミニバー周りおしゃれですね、カドッチョにいい感じに収まってます。きり2本ミネラルウォーターありがとうございます。ケトルとお茶ですね。ここおしゃれなさ、この六角形ですよ。そして間接照明、何気にいい感じに効いてる。で、あ、3箇所も、あ、2箇所ですね、あるんですね、コンセントが。そして開けますと、あ、ちゃんとつまみもある。ほら、パカ。中は何でしょうか。あ、見て、このいい感じにこう、六角形だからさ、ほら、いい感じに。はい。この、コーヒーと、ほうじ茶、グリーンティーですね。入っております。いいですね、コーヒーもあるのは嬉しいですね。こちらは冷蔵庫かな、冷蔵庫ですね。開けてみましょう。 3,2,1 オープン。お、冷凍スペースもありますね、ちゃんと上の方に。いいですね。あ、冷凍スペースではないか、アイスクリームや冷凍食品は貯蔵できませんって書いてありますね。残念、冷凍ではないようです。でもいくら分か冷たさの強い部分でしょう。こちらはセキュリティボックスとなっております。最近あの引き出しと一体型になっているタイプのセキュリティボックス多いですよね。そしてこちら、まあこのお部屋広々と20平米以上あるお部屋です。贅沢にもこのソファースペース、ソファーではありませんがソファースペースいいですね。そして何よりここにね座って外の景色を眺めることができるわけですよ。私だいぶ時間を使ってね、先ほどフロントではあの受付を済ませた時には曇りだったんで富士山がねあの見れないかなということで時間を置いています、はい、そしてドライヤーは先ほど見てなかったんですが、このようなドライヤー、パナソニックのドライヤーでした。では最後お部屋からの景色見ていきましょう。ここは7階ですね。すぐそばにきっとあの線路が走っているとは思いますが、一体どんな景色なんでしょう。だこのカーテンもねこう和紙でできてるのかな、あ、和ではないですけど和紙柄ということで開けていきます。開けるのはこのこちら、自動ではありませんが開けていきましょう。開けておりますよ。だんだん 見えてきております。ゆっくりゆっくり。あ、駅の屋根と駅のフォームが、プラットフォームが見えております。こちらは三島駅、徒歩1分。わあ、すごいシティビューが、シティビューがもう上に 見えております。さあ、私今カーテンを上まで開けました。顔を上げます。 3,2,1 ドン。おーおー、惜しい惜しい惜しい。いや、皆さん分かりますかね、ここ富士山の裾野です。そしてトップがここ
あ、惜しい、ちょうど雲がかかってる。まるでなんかああいう山脈みたい。いや、あるんですよ、ここに。なんだろう、雲でこう富士山の雪化粧を表現もできていないな。ちょうど切れてしまってますね。うわー、そして時刻は夕暮れ時になります。そして右側、右手側はこのような景色ですね。駅にはたくさん人がおりますね。電車が好きな方も結構おすすめできる宿です。はい、 JK を撮ってるんじゃないですよ、電車を撮ってるんですよ。誤解を招いてしまいますね。なんか今のは東海道本線になります。新幹線も望むことができますね。あのね、ちょっとね、訂正させてください。さっき今見た山なんですけど、あれはあれであの山で、その上に雲がかかってるわけではなくて、富士山実はもっと奥側にある、どっちかというとそして右側にあるのが富士山でした。失礼しました。見て地図で確認したら、おそらくてっきりね、ロビーはここのあの山にこうかかってるかと思ったら、富士山ね、きっとこのうっすらここにこう裾野があるでしょ、こっち側だから、ここだと思います。もしかしたら、いやー、それにしてもほんと雲かかっちゃってますね。あのこの答え合わせはもしかしたらね、明日朝晴れる予報であるんで、まあ、こんな感じの雲をかかっちゃってるかもしれませんが、明日に期待。そしてこちらのスリッパでは、なんとあの温泉施設への移動もできるようです。では行ってきましょう。長い廊下、ダイニング、プライベートルームって何、すごく気になりますが、スイートルームとかの本当かな。14階行ってまいりましょう。14階です。はい、まさかのプロジェクターで富士山冬景色、すごい。え、これすごくない？なんで？はあ。フィットネスありますね、ジム。行きましょう。おお。あ、非常にコンパクト。なんか一人用って感じですね。はい。家に、あの、豪華な豪邸にあるようなジムですね。そして景色も、あ、いいですね。こんな景色を望めながらジムに励んでたら、もう、ジムの運動するやる気、マックスでしょ。そして、そう、一応詳しくないのであれなんですが、こんな感じ、三つね。バランスボール。それから、あの漕ぐやつ、ランニングマシンとあります。で、ちゃんと水もありますね。ありがとうございます。そしてこちらには自動販売機。ラインナップはこんな感じ。アサヒスーパードライ300円、お、いいホテル価格ですね。はい。そして温泉の方はあちらでした。それにしても高いホテルだな。はい、こちらが車寄せのある一応正面入り口ということで、正面ではないか、でも車椅子のある入り口ですね。
広いエレベーターホールですね。ちょうど先ほどのヒトワのショッピングモールはここから来てこう行けるんですね。ホテル13階にはロフランス語読みですね、ロというレストランがあるそうです。眺めもいいそうで、ただ少々私にはお高いので今回は利用しないですがね、いつか利用したいなと思います。挟まれる。皆さん見ました？富士山の形になってるんですよ。すごい、こういうところにもこだわりが。ここはね、抜けてるんですけど、いやー、いただきます。はい、展望風呂の方入ってきました。まずこれ、ナイトウェアすごくかっこよくないですか？落ち着いた色で。お風呂の方はですね、もう、内風呂と、あと露天風呂の方ありまして、露天風呂の方は、露天といっても、天井はあるんですけども、こう、直角にね、外が望める形になっておりました。いやー、最高でした。夜入ってきたんでね、富士山は見えませんでしたが、すぐ三島駅ということで、まだね、時間もそんなに遅くは なかったので、発車のね、メロディーとか、駅員さんのアナウンスとか、新幹線の通るゴーという音とかね、様々、なんか日常と非日常の境目がそこにありましたね。はい。すごく気持ちよかったです。ということで、そう、昼間行けばね、こう、ウェルカムドリンクというか、湯上がりの一杯いただけるんでね、今日ロビーにビールいただきましたけど、若干に。はい。ということで、寝ましょう。うや。ああ。いいですね。最高。よいしょ。おやすみなさい。よいしょ。よいしょ。おやすみ。よいしでしたが、富士山こそ見えないもののこの景色最高ですね。朝からこの大きな窓から外の景色が眺めることができるなんて幸せだ。そして昨日は触れませんでしたが、このベッドボードとかテレビボードとか、あそこのミニバーなんか木でできているんですよね。なんとなく居心地がいいなと思ったのも、木のぬくもりを感じられるからだったのかもしれません。そして寝てみて分かったのですが、枕がね、明らかにこう柔らかさが違うんですよね。これいいなと思いました。固め、柔らかめ。
これは柔らかめ。なかなかこうね、ビジネスホテルだと硬さとか、ね、高さの違う枕を選べることがあるんですけども、わざわざなんかこう選んでこう部屋に持ってくるっていうことをしないので、あらかじめね部屋にこうやって2種類違う枕がセットされてるのは嬉しいですね。雲よどっか行け。まあこのような景色も売りのホテルに行くときには天気はね必ず調べていった方がいいかなと思います。まあでも最終的には今日も晴れの予報でしたが、運ですけどね。ロビーの靴はかかとを踏んでもいい靴を履いております。もともとかかとが、ね、ないタイプのやつですね、うん、これを2足履いております。もう一つ同じのあるんですけど、そう気にされた方は気にせず。こちらが受付ですけど、こんなツーリストラウンジなんていうのもありました。いろいろパンフレット類がありますね。三島を観光するのにもいいんではないでしょうか。おしゃれだね。ではということで、今回も素敵な滞在となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。